山梨放送アナウンサーの森田恵美です。今新型コロナウイルス感染症の不安につけ込んだ電話詐欺や悪質商法などの犯罪が懸念されているんです。6月15日放送の全身山梨では実際にあった手口やその対策方法についてお伝えしますので、皆さんで犯罪防止に努めましょう。